スーパージュニア新曲ワンモアタイムミリボルト公開、ドリームチームが手掛けた映像美に注目。写真イコールスーパージュニアワンモアタイムミリボルトキャプチャー。スーパージュニアがラテンポップで圧倒的な音楽カラーを見せた。スーパージュニアは8日午後6時、各音楽配信サイトを通じてスペシャルミニアルバム、ワンモアタイムを発売した。タイトル曲、ワンモアタイム、オトラベス、フィート。レイクは、中毒性の高いレゲートーンのラテンリズムを柱に、様々なギターサウンドが加えられ、楽しいグルーヴが際立つ。目の前の今逃したくない瞬間をはっきりと表現した歌詞が印象的な楽曲だ。ラテングラミー賞のグループ部門ベストポップアルバム部門受賞履歴を持つレイクがフィーチャリングに参加し、完成度を高めた。スーパージュニアは、君の込み上げる低い息が、込み上げるその息が、寄っているような僕の欲が一晩中踊るだろう。今日が終わっても消えないで、We the Be Dancing、くんの永遠さで酔わせた夜を喜んで君なら全てを追う、などとの歌詞を通じて、聴く人々を魅了する。また、ミュージックビデオには、ポップスターブルーノ・マーズの、フィネス、リミックス、フィート、カルディ・ビー、ジャスティン・ビーバーの、ボーイフレンドのミュージックビデオなどに参加したプロデューサーであるジェレミー・サリバンと、ジャスティン・ティンバーレイクの、テイクバック・ザ・ナイト、リアーナの、ワット・ナウ、などのミュージックビデオを撮影したダレン・クレイグ監督、ミュージックビデオのメーカー ZANYBROS のホン・ウォンギ監督まで、スーパージュニアのために、グローバル・ドリームチーム、がタッグを組んだ。そこにスーパージュニアはタイトル曲をはじめ、全トラックがすべてラテンポップで構成された楽曲で自身だけの魅力を打ち立てて、もう一度世界中のファンを魅了する予定だ。また、スーパージュニアは8日にアジア初のダイナミックシアターである、MGM 古代ホテルの MGM シアターでカムバック記念ショーケースを開催した。スーパージュニアの多彩なヒット曲ステージとともにタイトル曲、ワンモアタイム、オトラベス、フィート。レイクのステージを初披露し、そのショーケースの模様はネイバー、VL、IVE、SM タウンチャンネルを通じて世界中に生中継され、注目を集めた。